今年は盛り上がってるじゃん。お、一番前の席空いてるっすね。あー、ゴーちゃん、早く早く。あ、あんがったよ。キャインキャイン。キャインキャイン。恥ずかしいな、水着なんて。私、プロポーション自信ないからな。綺麗だわ。さすがは2年連続の女王。やっぱりあの人にはかなわないな。何か？いえ、あの、はじめまして、一年雪組の一ノ瀬ゆかです。はじめまして、かがり川です。よろしく。すごい握力。でも力なら私だって。この人、ただの美人じゃないわ。あの人を追い抜くような視線、全身から漂う迫力、柔軟な身のこなし。変だわ、確かに一度どこかで会ったような。見せろ。お待たせいたしました。ただいまより1985年度暁祭のフィナーレを飾るミス暁コンテスト最終水着審査を行います。ご覧ください、これが我が暁高校の誇る美女ベスト10です。うおあか抜けてんな。ほら座れ、前が見えねえんだよ。ゆかのやつ、なかなかいいプロポーションしてんでないの。でもお姉さんの大人の色気も捨てがたいな。前が見えねえっつってんじゃんかよ、おめえは。審査員は本校の先生方と PTA 会長、そして理事の皆様です。薬師丸ひろ子にはかなわない。それでは一人ずつ前に進んで自己紹介をしてもらいましょう。エントリーナンバー1番、2年森組、栗田佳恵子さん。1番、栗田佳恵子、17歳です。よっ、フリルが可愛いよ。あ、こっち向いて。私は陽気な船頭さんです。あ、はいはい、こっちこっち、すんません。俺は幸せもんだな。はい、こっちゃん。あ、あんがた。思い出せない、一体どこで会ったのかしら。続いてエントリーナンバー6番、一ノ瀬ゆかさん。ゆか、ゆか、ゆか、こっちゃんのバカ女もつらいだに。一ノ瀬ゆか、16歳です。好きな科目は国語と英語、苦手は物理かな。それから趣味はレスリング。ひどい、かがり川親衛隊の嫌がらせだわ。やろう。あ、なんだ。スイッチオン。Thank you.
ンドスティール坊主、一度見たらもうやめられないなから、再生スロー、おお3倍速ストップ。一ノ瀬ゆか錦ルルを徹底的にする。あと今度はルルの両足を持って得意のジャイアントスイングに行った。強い。まさかこんなものが残ってたなんて。相手はハレンチだ。俺は清潔ですな。恐ろしい。ミス暁なんてとんでもない。冗談じゃないよ本当に。これでルリ様の王座は安泰。よかったわね、リカちゃん。ルリ様。あ、ルリ様。4年前あなたに敗れリンゴを追われた錦ルルよ。何？まさか。リングネームの錦ルルと共に一度は捨てたプロレスだったけれど、昔のビデオを見せられてあの時の興奮が再び蘇ってきたわ。思ってもみねえ展開だぜ。地球の女は恐ろしいだに。行くわよ一ノ瀬ゆか。今こそあの屈辱を晴らしてみせる。望むところよ。相手は手強いぞ。内緒でこのベルトを使うんだ。コウジロー、大勢の前で出しちゃダメだに。ほら、コウジローダメだに。ベルトだ、ユカ。これを使えば強くなれる。はい。何よ、こんなもん。あ、何すんだよ。ダイヤラ引っ込んどけ。うわぁ。抜けてる。あの一ノ瀬さんか。絶対に信じないぞ。ジュースに弁当、ジュースに弁当いかがですか。あ、どうも。汚染にキャラメル、汚染にキャラメルいかがですか。
一ノ瀬さん。そうとも、これは夢さ、夢に違いない。まだやる気、負けないわよ。